さあというわけで、まあ、エンジンも、まあ、無事組み上がったので、あちらにねあれまた戻して、でこいつはまた続きを塗るという感じでやっていきましょう。あ本当に予約販売させてほしいな。好きな色に塗れるんでね、あの買いたい方予約販売納期3ヶ月あのできれば先に入れてほしいな。そうすると色悩まんでいいもんな。今ただお母さんの好きな色になった。そう俺の思いつくママガンの色になっちゃっとるで。一応こいつあのポルシェの緑で塗ろうかなと思ってます。まあ、ポルシェの緑に黄緑色かに拭いてフレークを散りばめてギラギラなポルシェなジムニーを作ってみようかなと思っておりますので、欲しい方ぜひぜひあのお先にどうぞ。もうちょい上、あやろうか、もうちょいやろう、もうまだ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 、おいあギリギリギリ、ゆっくりね、ゆっくりちょうだい。いいよ、もうなんか回ってきた。はい、あいいよ、あいいよ。素敵やわ。やっぱすごくないだって。なんか自慢したい商品があるらしい。そうそうそう。エアリベットより早いんじゃない？エアリベットは全然早い。いやエアの方が多分早いよ。いやいやこれでも全然早い。これすごくない？これマジめっちゃ良くないこれ。あ以上です。いい存在感出しとんね。素敵やね。タチさんにさ、うん、俺の大事な携帯にさ、うん、シンナーこぼされてさ、うん、今表面の画面がデロデロな。あ最高ですね。あれ俺ここってこの間やらんかったっけ。あこれバイザー剥がさなあかんじゃん。バイザー取れるやろ。よいしょ。ウェザーがしっかり入る。うん、森ってやったら取れると思うよ。よいしょ。お、いい感じじゃないですか、先輩。取れた。さすが顔が怖いだけあるわ。そこは関係ないよ。とりあえず途中経過全然取れてなかったんで、ようやく今から塗ります。いやまだね、まだ貼らないで。まだ貼る？まだ貼って。ここ貼って、あそうね、そこ貼らないかな。このまま塗っても俺が構わんの。俺が構わんやって。構う？あまあ俺もあんまり構わんけど買う人構うな。どっか行ってしまった。どっか行って疲れとるよ。さあこちら、エンジン乗ってミッション乗って、ミッションオイルも新品に、ファーのオイルも新品に、ドルクス交換完了しました。でもあとはねエンジンオイルももう今新品入れちゃったんで、まあ、中開けたんでねゴミ入ってると嫌なんでフィルターも新品変えて、で、サーモンを変えて、でなんだろう、まあクーラントエア抜きして、まあ、とりあえず一旦こいつは修理完了っていう感じかな。で今日、バネとかね届いてるん でこれ交換しまたえげつないの作ります。それと こちら、ね、BM のね X6、F16 それのねあの 3D デザインの
サイドステップ、こちらをね、まあ、カーボンのやつをね、わざわざなんか黒くしてくれっていうとんでもないことを頼んでくるおじさんのエアローのね、塗装も一緒にやっていこうと思います。なんかもううち板金屋みたいになってきたな。濡れましたと。さあこちらエンジンかかった。前みたいなさ、なんか変な症状なくなったな。めっちゃ普通にやった。あれヘッドボルトがさ緩んどったとかっていうパターンあんのかな。それはないと思うけど。でももうヘッドガスケット付近ぐらいしかもう考えられへんぐらい。めっちゃ普通やわ。さあエア抜きやって。順調に濡れていってるところ、悲しいお知らせですわ。組んだらねホースが1本ダメで、どこに行くやつ、あ、ソートルボディ行くやつか。なんかホース割れてて水がピャ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 飛び出すって言ってね、なんか残念なことが起きましたわ。まあ在庫あるんでとりあえず交換していきます。どう？あった？見えてしもた。この間俺あの通りすがりのシエンタみたいな色で塗るはずやったうちのリーフ、なぜか黄色になってるっていうね。どうしちゃったんすか。いやこれほんまな、あのポルシェの緑で塗ろう思ってたんやけどさ、それを塗ってしまってさ、こう錆びたりとかした時にさ補修できひんやん、こうた人、うん、缶スプレーやったら補修ができるやん、パパッと塗れるで、うん、というわけで缶スプレーを買いに行ったらね、緑がなくて黄色になるっていうね。というわけで、ブレーキキャリパー、ドラム、リーフともどもに、あ、ショックもか、全て黄色で塗っていきます。まあ、これはまた後日ということで、うん、とりあえずこいつを先直していかんと、うっとうしくてしょうがない。今見つかってよかったわ、車検取るときとかやったらもう俺もう地獄やで。ずっと見とったんだけど、なんかちょぼちょぼしとんな。払いに行くしかな。で、取った。うん、大丈夫、うん、スロットルコート塗り直さんでも大丈夫。あ、はい、ちょっと待って、中までダイボール、うん、全然、あ、全然すごい、ちょっと水やったら閉じとったね、ほとんどこれ以上こう、うん、あれやったらもう掃除機でするで、全然大丈夫、そんなレベルし、いけちゃった。あ、ならよかった。はい、はい、もう一度やる気、悲しい、全然別にすぐじゃん。あ、もう一度直ってよかった。LS 所要日数2日っていうね。2日で下ろして直して組むっていう。ついでやったんでね、僕のあのアイコスのケース蓋ちょっと塗装してみました。ちょっと世代を間違えたらなんかキャバクラ好きのおじさんみたいな感じになってしまったな。募集中、詳しくはこちらまで。グッドボタン、チャンネル登録よろしく。さあ世界一かっこいいジムニーを目指してどうなることやら。さあこんな感じで塗っておりますわ。あのだいたいドアとかね、あのもう下地剥き出しになっとったようなところとかやと、まあちょっと
何回か何回かこうずっとね、塗り重ねてこうムラがなくなるまで塗っていきます。さあ塗れましたと。とりあえずなんかダッサーい感じの黒になりましたと。まあね、クリアも何にもなってない黒やとね、なんかもういかにもなんか友達が家で缶スプレーでやってみたいな感じになってしまうけど、これからフレーク入れてクリア塗ってきます。やばいね、もうもはややばい、もはややばいね。テンパーの展開やけどさ、うん、テンパーってさ、まあまあな量だよ、まあまあな量あるよな。確かに、もうなんかこれ下でジャリーって、うわジャリー、なんじゃそりゃ。あ、スポンジ、チャコシーラン、チャコシーラン、フレーク全部取ってまうやんけ。ちゃんと抜けないから、ちゃんと、うん、お前、うん、全部クリアしか出てこやんぞ。こんなバブリーな使い方する人もいないだろう。だってこれクリアじゃなくなったもん、ね。もうクリアじゃないね。バブリー。確かにそんな感じだ。いいなバブリーこの。わあ。あ、すごいね。あ、すげえすげえ。差し替えるところがもう最高だね。うん、さあフレーク。危ない。ちょっとやめてよ、お願いでこぼさんといてよ。すごい量。ただ回数だけ覚えといて。おい。あとで言うで紙に書いといて。うん、オッケー。ホイールはもう捨ててしまうでどうなってもいいでね。わからんわな今な。さあ皆様お気づきでしょうか、安定の夜でございます。やっぱり一日でなかなか終わらないのがうちの動画でございますからね。なんでまあなかなかこう昼の間に終わらんっていうのがうちの動画やからな。終わった時の方がおかしい、おかしいです。さあ、1回目、1回でいいじゃん、聞いたくなる。いや、なんで4回分のあんな600も出して、うわ、これすごいな。あと普通のクリア2体ぐらいもうギラギラよ。いや、いいんだって。でも敷き詰めたいんだもんね。敷き詰めたい、俺は敷き詰めてなんぼやと思ってる。僕ですかって。ああ、俺はアホやもん、キチガイやもん。カップ1杯で、うん、ほとんどなくなるから、うん、4回ぐらいしか多分回れると思う。4回回りぐらいになるかな多分、ね、テンパーの4回ね。うん、うん、オッケー。さあ着々と大人なレインボーに生まれ変わっていくこのジムに。大人か、大人やろ、どうやら大人やと思うで。何が大人かよくわからんくなって。あ、どやらかっこええやん。これ見えへんのがちょっとあれやけど、なんかまあ画面では安定の見えない。あ、画面では安定の見えない。しょうがない。うん、安定の見えないけど何も見えん。黒。うん、黒っていうかね、なんかブツブツしてるだけ。えぐいなこれ。それさ、撮影中にさ、携帯のライトつける。うん、つけれるよ。これで撮ったらギラギラ。せんかった。やってみた。光源の位置の問題じゃないんだよ。いや、むしろさ、あれギラギラしてるように見えるよ。あ、見えるわ今。え、なんでやろ。ほら、ライトの量で。ライトの当て方だよ。たちさん2回。でも結構な分あるな。でも足りないんでしょ。初フレークだから行っちゃえばいいんじゃない。そうそう、これお祭り仕様やから。2回目、2回目がただいま終了しました。さあどんなもんやろ。でもこっちどう。あ、でも2回やとまだまだ、うん、
2回やとやっぱ少ないな。少なくない。さあこれも作るぞ。さあ4回回りきりました。ちょうどいいぐらいの余る量じゃん。あ、いいじゃない、うん、足りないよりちょこっと余るぐらい。え、なちゃんどう思う？ね、うん、気持ち悪い。綺麗だよ、綺麗なんだけど、なんだろうね、すごいね。ごめん、見たことない。スーパーボールよりギラギラしてる。あ、確かに。まあ、気違いなジムニーとこう名乗れるんじゃないかなって。いや、俺ね、これね、これ実際こうね、昼見た感じと夜見た感じ絶対違うでさ、うん、カメラ越しは。あ、でも似たような感じの光り方するね。あ、それ今日はね、うん、すごいね。うわぁ、ショーカーだわ。あったもおかしいね。まあ、いいよ、まあ、基本俺は頭おかしいでな、うん、やけどさ、これ光がなんか夜光当たってないと、うん、そう、夜、夜は別にただの黒、ただの黒、夜ただの黒、普通の黒。いや、まだ上からクリア吹いてへんからさ、今んとこね。そう、だからクリア吹いて、まだ研いでからクリア吹かなあかんけど、そう、そう、普通に夜から、夜見たらただの普通の黒。うん、普通。え、特に普通、うん、これ普通、俺の中で普通。いいね。ポスクマもキラキラしてる。あ、ポスクマ来る、キラキラしてるわ。ちょっとわからんね、これ。そうね、ポスクマ乗ってるだけでさ。なんかあんまり反射せんな、こいつ。腕が黒くなってる。最高じゃん。ちょっと夏だった。いい感じで塗れたやん。フレームとかはまたツヤありで俺塗っとくでさ、この辺はまあ全然このままで OK で。すげえわこれ。次はさ、上はすごいさマットな感じの色にしてさ、フレームだけギラギラの車作る。逆やろ。逆や。まあこれ今さ、この状態でまだ分からんで、まだ続き塗ってさ、あの仕上げてみたらまた全然違う印象になると思うよ、うん、さあ皆様、本日はいかがでしたでしょうか。キチガイみたいなジムニー制作して、ちょっと正直、まあ、まあ本当のこと言うと、まあちょっとどうしようかなって思っとる自分がここにいます。でも後に引けないんで、このまま行きます。というわけで、買ってくれる方は募集中です。それではまた、さようなら。色塗る前に買ってくれる人が出てくるのね、好きな色できたんだけどね。大丈夫かな。